はい、皆さんこんにちは。横地ヌーション代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。そして、はい、企画部の池田さくらです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、三木蔵に聞け今日は3本目になります。はい、はい、ありがとうございます。テンポよくいきましょう。はい、何か来てますか？来てます。はい、ですね、この方、いつもインスタライブを見てくださってる方からのメッセージで、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。インスタライブをね、毎週やってるんですよ。はい。見ていただいてますか？暑苦しいから見ない。あ、そうですか。いや、たまにね、まあ、盛り上がって、すごくメッセージとか、意見を、コメントをいただけるように最近になったので、非常に僕はやりがいを感じてまして、はい、誰かの何かのためにこう貢献できればと思ってやってますので、よかったら覗いてみてください。アーカイブもありますんで、インスタグラムのヨガジネの公式、のところから見れますんで、よかったら、うん、はい、はい、インスタライブなどでお話を伺っている中で、うん、私もいつか自分でヨガのイベントを一から企画してやってみたいと思うようになりました。おそらくヨガスマイルとかのお話をしている関係だと思うんですけど、とはいえまだ具体的にはどんなものをやりたいというのが決まっていないのですが、うん、イベントをやるとなったらまずどんなことを考えていく必要があるのでしょうか。う、教えていただきたいです。いいですね、はい、いいですね。あ、いや、いつかはこういう話も来るかなと思いながら、うもうね、イベント、ヨガイベントね、はい、ヨガに限らずだと思うんですけど、まあ結構イベントやってきた、うん、ね、ヨガスマイルっていう京都のね、お寺をお借りして8年、7年、8年ぐらい毎年2回ずつ、うん、15回か、15回やってたから、もう7、8年やった実績があって、最後、ラスト10回とかはもう定員が2000人だったから、で、定員2000人で、実際に予約はもう全部キャンセル待ちで、で、いらっしゃる人数が1990とか、もう2000人パチパチ全員来るみたいな、稼働率がね、93、4% ぐらいの、とんでもないイベント、伝説のイベントだよね。やってた実績があるから、まあ、イベントの楽しさとか大変さっていうのは身に染みて分かってます。で、ただ、まあ、最初にちょっと冗談半分なんですけど、イベントをやる人って多い少ない、どっち、どう、少ない、そうそう、なんでだと思う？これね、世の中には目の前に起こっている事象があるわけじゃない、はい、例えばイベントがそんなないよねとかね、うん、これその事実には必ず理由があるわけ、うん、なんでだと思う、うん、やっぱり大変なんじゃない、まあ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 、でも大変でもやる人はやるじゃん、そっか、うん、これはね、まあ言っていいのか分かんないですけど、ビジネスとしてイベントはなかなか儲からないよ。へー、うん、うん、すっごいたくさんの収益性があるかっていうとそうではない、うん、イベントってね、なんか瞬間花火じゃないですか、うんうんうん、だってヨガスマイルに関しては3日間のイベントだから、その3日間は盛り上がりに盛り上がるわけ、うん、だからもう瞬間最大風速がすごいドカーンっていう花火になるわけだけどその3日間売上が発生するのはその3日間でしょ、うん、だけど僕らの場合だったらその3日間のために半年チームを組んで関わっていくわけで、集客も含めて2000人の人を集客しなきゃいけないし、ボランティアスタッフさんとのやり取りっていう意味では、コアメンバーって確か、42人でやってたんだけど、その最後のね、でこう一番中心メンバーは6、7人でやってたんだけども、そのうちの会社のリソース、まあ、人材とかっていう意味ではもうフル稼働でそれ対応してたから、うん、予約部なんかパンクするす、うん、みたいなね。だからその売り上がったもの、残るものに関して言うと、その半年間の労力とのバランスって合うわけがないんですよ、うん、じゃあなんで僕らはやってたかっていうところで言うとね、うん、これがまあイベントってどうやって立ち上げるんですかっていう、うんうんうん、まあ、答えになっていくんだけど、このヨガスマイルをやろうっていう話になったのは、しかも関西で、うん、関西でやろうってなったのは、当時本当に13年前かな、13年前に関西にヨガのシーンを盛り上げる、まずイベント、楽しいこと
みんながわちゃ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 してうわーって楽しいよねって盛り上がれる場所がなかった。これがまず動機の一つですよ、はい、ない、うんうん、で関東にはどうだったかっていうと、うん、あの東の湯ヨガフェスタって日本最大のヨガイベントがあった、うん、だから僕も参加ね関わってたし、うんうん、1年に1回はそれがもう大フェスティバルで、うん、日本中の関係者が集まってわちゃわちゃワイワイどんちゃん騒ぎで、まあ、そのイベントを盛り上げるみたいなのがあったんだけど、うんまあ、一応日本の第二の都市関西エリアにそういうものがないってなった時にそのねやりたいもそうなんだけどやる意義が降りてきたんだよね、うんうん、あの関西のヨガシーン僕も関西出身だったので、うん、関西のヨガシーンをその盛り上げていく意義みたいなのがポンって発生したわけ、うんうん、だからそこにそのこれ売上利益のバランス合わないよとかリソース取られたばっかりでこれ ダメだよとかっていうような計算じゃなくてあの時忘れもしないお茶をねメンバーで飲んでて出張の時にでそこでいたメンバーはみんな覚えてるあの瞬間をやるみたいな意義がポンと降りてきた時にやるみたいな5人6人いたんだけど当時、うん、でそっからのスピード感だよね、うん、もうその瞬間からお茶が企画会議になりどんな可能性があるんだろうねってあのヨガフェスタさんと同じことやってもまあ面白くないじゃないみたいな。だからどんなことだったら僕らそういう意味があるんだろうね、はい、みたいな。だからまさに僕ビジネス講座でよく言ってるからあの 5W2H のホワイ、うん、なぜ僕らはそれをやるのっていうところをものすごく大事にしてポンって種が生まれたって感じ。うん、うん、そしたらそのお茶会でもすでに、はい、私このあのすごい伝統的な歴史のあるお寺の住職さん知ってるよみたいな、うん、マジでみたいなすぐ連絡取れるみたいな。そうで可能性として関西だけの先生とやるか東京の先生も連れてくるかみたいな、いやいろんな先生がごちゃ混ぜてきた方がフェスティバルっぽくなっていいとかつって、じゃあ俺そういう可能性があるからいろんな人に聞いてみるみたいな感じでうわーって一気に動いてそれやり始めたっていう。だからね一番最初何が大事かっていうとその意義の部分だよね、ホワイの部分だよね、動機の部分、まあこれ俗にパッションの部分だよね、はい、があるかないかですね、うん、これがある前提で次何が大事かっていうと2つ大事なことがあって、2つというかそのホワイパッションがあるかってことと、もう1つ大事なことがあってちっちゃく始めるってことですね。うん、うん、そのいきなりこのヨガスマイルにしても2000人のイベントだったのかって言ったら実は裏話があって、うん、タタタタタタッとその6人の中心メンバーのもうすごいスピード感で動き回った結果、その建仁寺さんとお寺が使わせていただけそうだってなって、うん、トントン拍子に話が進んでホームページも僕らパーって作って、うん、でこんなにありますってコンセプトバーって作って先生かき集めて、で京都にいた仲間たちは京都 そのスタッフをかき集めてくれてみたいな、うん、当日を迎えるんだけど、一番最初のヨガスマイルって2日間イベントなんです、うん、で、お寺全部借り切りじゃなくてお寺の本土でもなくて、うん、書院っていう離れの27枚びっちり引いたら入る、うん、あの書院っていう、まあ、お座敷あの畳の部屋、うん、20、30畳弱の、うん、を一部屋借りてただけ、うん、本堂なんかとんでもないって、その仏さんの前でそんなの使わせるわけないだろうみたいなのところから、うん、書院という一部屋を借りて、そこで2日間で何クラス何8クラスぐらいやったのかな、うん、もうちょっとやったかな、2日間で動員が300人ぐらい、うんうん、もうちょっとやってね、5クラスか10だからそうだね、327人の定員だからそうだね、10クラスちょっとやってんのかな、そうビチビチね、たくさん来ていただいたけど300人のイベント、うんうん、でそれを10何人でこう用意してやるわけだから収支は赤字だね、赤字赤字、余裕で赤字、うん、だけどあの時の打ち上げの楽しさったら、うん、人生の中で、まあ、二度と経験できないような震えるような楽しい夜だった、まあ、ぶっちゃけ7軒はしごしたの覚えてる若かったからね、31歳だったからね、7軒はしごをして朝4時までどんちゃん騒ぎでお疲れっつって飲んだ記憶があるけど、そうで、そんな僕らの
あの姿をお寺の関係者がみんな見ててくれて、うんうん、こっからなんですよね。人の心を打つと周りが変わっていくの、うん、そこでお寺の方から今度はとってもいいイベントでしたねと、うん、これは可能性をお寺側としても感じてると。でこれってまたやるんですかってなった時に、いや逆に使わせていただけるんですかと。そうで、次回もしやられるんだったら、もう最初はねそんなわけないと思ってたけど、まあヨガの方はマナーもいいし、どんどん跳ねたりね、ガラス割ったりみたいなね、そんな暴れたりしないってことがよく分かったから、よかったら本堂も使っていいですよちょっと。すごーい。で2回目は本堂と、書院となんと離れにね茶室があったわけ、はいはい、6人7人ぐらいしか入れないんだけど、そこもなんと使っていいよってなって、そうで、それでもまだ2日間のイベントだったんだけど、次にやった時にもう700人のイベントになったのかな、そうで、だんだんお寺の区画を一回一回開放していただいて、うん、で最後住職のプライベートの部屋まで掃除して開放していただいて、あらゆる部屋という部屋を使わせていただいて、最後3日間イベントで2000人っていうあのイベントに成長していったと、うん、でもちろんこの成長過程の中でその採算分岐点と言われる赤字黒字みたいなところはもう2回目のイベントの時には真っ赤っかな赤字体質からは少しはあのプラマイゼロ、ちょっと経費ぐらいは出るかなぐらいまで行きみたいな。で2000人の時はまあ大した利益じゃないけれども、ちゃんと関係者には利益が残るみたいなところまで、まあ、成長できたみたいなストーリーが実はあるんですね、うん、なので今日いくつかちょっと話しましたけど、イベントを立ち上げる中で大事なのはホワイの部分ですね。その意義を自分で見出せるか。で、これはたった一人で見出せるんだったら一人で始めればよろしいと。で、その時に仲間とこうやって話しながら仲間と意義を見出すならば、その仲間とやられるのがいいと。ただし、あの、良くないこともあって、この今までいろんなイベントを僕関わらせていただいたり見てきた中で、1、2回で空中崩壊して亡くなるイベントも少なくなかったんですよ。でこれは何かっていうと、その役割分担という意味を履き違えて、その他人ごとに他人任せにしてしまうチーム、これはうまくいかないです。例えば5人でやった時に役割分担って言葉きれいじゃん、あの集客係ね、僕たちは交渉係ね、そうなんだよ、役割を決めるんだけど、交渉係の僕は集客係のさくらの役割を常に気にかけ、集客係のさくらは交渉係の僕の行動を常に気にかけ、常に情報共有して、その意義に向かってみんなが足並み揃うっていうのがチームの、なんていうかな、その個々の能力の総和が 1+1+1+1 は5にならないみたいな、5、6、7、8、9、10と総和がね、すごくあのバイバイゲームにこうすごい大きな実力以上の力が出るっていうのがチームの良さだと思うから、あのその辺は1人で始められるんだったらお一人で、2人で始めるんだったら2人、ミニマムで始めて、で次に小さく始めるってことですね、はい、で小さく始めてそれを粛々とやっていくと、あの巻き込まれてくれる自分たち以外の人たちが現れるんですよ、うんうんうん、この人たちは何で来るか分かりますか？もう分かります。何にあの見せられてくるわけ？パッション。そうですね、そのホワイの部分ですね、パッション、パッション、ホワイの部分に見せられてあなたたちに関わりたいっていうふうにいらっしゃるので、その方たちを、まあ、温かく受け入れて希望を大きくしていくっていうのが、なんだろう、ヨガ業界でおすすめのやり方です、うん、はい、ちょっと今日は長く話が長くなりましたけれどもいかがでしょうか、はい、最近ね、うん、イベントないじゃない、あんまり、ね、オンラインになっちゃったしね、うん、そろそろミキゾーの出番じゃねえかと思っておりまして、はいはい、ヨガスマイルがもうフィナーレを迎えてからもう数年経ち、ミキゾー充電しまくった感がありまして、うん、力があり余っておりますので、はい、あのこんな僕でよければ、そのパッションの、ね、原動力になれるかと思いますので、こんな私と一回ちょっと一緒に何かやってみたいという方は、うん、あのご一報いただければ、うん、あのアイデアだけはある方なので、うん、何かやってみませんか？
はい、もしくはご視聴いただいている皆さんで何かやった暁にはぜひ、うん、あの生徒さんとしても参加していただければ嬉しいなと思う限りです、はい、ありがとうございます。今日は以上になります。はい、ありがとうございました、はい、それではまた。